別に目線をお願いいたします全列の方に目線をお願いいたします徐々にセンターに戻ってまいりますははい。はい。お二人はからかう側からかわれる側どちらだと思いますかもしくはお互いにどっちかなと予想したりしてますかふみやくんはからか,からかう側ですです もう、もう一度。<laughs> もう一度。からかわれる側。からかう側。からかわれる側。側です。あ、じゃ、認識一致してるんですかね、もしかしたら。はい。はい。役のまんまですね、関係性としては。うん、中野さんがからかう側。ですか、はい。意外って言われるんですけど。まあ、その日常生活で、やっぱりからかいっていう言葉を。あんま使ってこなか。った 今作をやることによってからかいっていうものがそのマイナスな言葉じゃないなって知ったんですけどあのそういう意味で言うと私は文也君をこうちょっといじることが多かったので高木さんと近いからかう顔かなと思います皆さんの認識も永野さんはからかう側だなっていう感じがしますなんか違う 左側はみんなうんって言ってたんですけど右側がみんな首かしげていやいやでもどうからかう側じゃないやっぱそうだよねでもなんか全力でからかう側って答えにくいかな答えていいもんなのかなそうう気を使ってくれる配慮が配慮が一応皆さんの認識としてはからかう側なのかなという感じはいそうですねで、高橋さんがからかわれる側ですかね 僕が歩んできた人生はからかう側だったんですけど。え長野さんに出会って変わりました。ねここだけです。ここだけからかわれる側、そういうイメージはないもんね。だから、もう、それこそ、まあ、あの。なんだろうな。こう、こうなったら、僕がからかう側になる。基本。ええ。僕たちは。そうですよ。いや、いや、ええ。ええ。ええ、嘘。なん、で嘘つくんですか、今ここで。れる。 日常的に日常的にからかわれないです日常的にってちょっと違うけどもうすごいですよ<あ><ー>からかいがすごい、うん、上から上から<ー>黒からフミヤが女性にからかわれてるっていうのはあんま想像してなかったかも <laughs>、うんうん、光栄でございますこちらこそでございます <laughs> 不思議な関係性がね役とともにできているようですはい、はいえー、皆様改めまして本日はありがとうございました えー、皆さんがそれぞれに忙しい毎日を過ごしていると思いますがこの映画は映画館でゆったりと過ごすことができる映画になっていると思います私自身がこの映画を見てあの何ですかねちょっと劇場に入ってくる時よりも帰る時の方があ体が軽くなるっていうことがあるんだなと思いました皆さんがこの映画を見てどこか癒されてそしてキュンキュンして。 また明日からちょっとでも笑って過ごせる日々になったらいいなと思います。ぜひこの映画を見て、たくさんの方に共有していただけたら嬉しいです。本日はありがとうございました。ありがとうございました。